文化放送開局70周年記念企画、矢野小南獲物語和芸。こんばんは、矢野翔吾です。こんばんは、小南浩二です。この番組は僕らが出演している獲物語和芸のラジオドラマをお届けしながら、今後大きく広がっていくプロジェクトを発信広めていきます。はい、もう文化祭のシーズンも終わって、うん、ね、なんか芸術の秋だから、なんかあれじゃない、合唱コンとかの時期になったりしてるんじゃないの。あ、今はどうなんだろうね。え、やったことありますか、合唱コンクール。僕はないね。ないの。なかったね。え、どんな学校に通ったの。普通の学校ですよ。合唱コンがない。合唱コンはあったのかもしれないけど、僕は出た覚えがないですね。ちょっと男子ちゃんと歌ってよっていうのなかった。あったかな、記憶ないね。そのネタ分かります。ちょっと男子、うん、なんか合唱コンってやっぱなんかね、男性パート女性パートとか、はいはいはい、なんかアルトソプラノみたいな分かるじゃないですか、うんうん、大体男たちってそういうなんかちょっとふざけがち、うん、恥ずかしさが勝っちゃってね。で、女の子はもう真面目だから そこでちょっとちゃんとしてよっていうね、みたいな流れがあるの。それも知ってる。知らない。掃除してって言われることとかあるけど。あーねそうなんね。え、コナン君はやってた。やったことありますよ、中学校の時かな。うん、なんか、うん、俺な、あのね、まあ合唱コンクールだから金賞とか銅賞とかあるわけよ、うん、はいはいはい。でやっぱりみんなそれ取りたいから、もう朝練もするし、うん、男の子も男の子も行って、うん、でそのパートごとでな歌ったりとか、うん、そう。今絶対その経験は生きてるでしょ。全く生きてない。そうだ、俺ね合唱コンクール以外ね、あのプライベートで歌う人間じゃなかったのよ。ああああ、歌というものは聞くものだと思ってたから、ずっと。ほうほう。もうこの仕事するまで、はいはいはい、カラオケも行ったことなかったから。あ、そう。本当に。え、いつ初めて行ったのカラオケ。え、初めて行ったのは、うわ、それはなんだろう、ちっちゃい頃に家族で行ったことはあったけど、うんうんうん、もう一曲歌っても歌わないみたいな。はいはいはい。でなんかそっからやっぱ中学校の時とかって、あの変声期入って、はいね、高い男で出なくなって、もっとコンプレックスを持つようになる、うん、あら、じゃあ本当歌えないって。で本気で歌ったのマジで21人ぐらい。めちゃくちゃ遅いね。もう舞台でそれこそ。あ、そう。そう、友達とカラオケの流れって高校の時から。ない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 。ないんだ。みんな行ってたんだよね、きっとね。うん、誘われなかった俺は。そう、行かなかった、ね、ラウンド1行ってボーリングした後に。おー、ないですね。そうですか。うん、そう、この話おもろいね。ちょっと後でいろいろまた、はい、話をしようよ。今日は、うん、あれですよ、ラジオドラマもう巻き戸に最終回の日でございますよ。そうなんですね、皆様ね、最後タイトルがちょっと意味深なんで、はい、こちらね、ぜひお聞き逃しのないように。それでは今夜も30分間最後までお楽しみください。矢野小南獲物語和芸。この番組はカナプロマーケットの提供でお送りします。矢野小南獲物語和芸。改めましてこんばんは、獲物語和芸で芝浜を演じている矢野翔吾です。回想伝達を演じている小南浩二です。まずは歌のお知らせから。お、12月15日に発売される和芸プロジェクトオリジナルソング、心に花火を打ち上げろ、ダウンロードカードでございます。もう皆様予約してくださいましたか。はい、したよしたよ。何それ。聞こえます、聞こえます。聞こえました。はい、もうすごいですよこれ。何が入ってんのこのダウンロードカード。ね、はい、言っちゃっていい、全何曲入ってんのかな。これは4曲入ってるのかな。はいはいはい。高尾さんのキャラクターソング、うん、明けガラスさん、堀部康兵衛さん、うん、そして山田新入研さん、4キャラクターのキャラクターソングと。はー、タイトルありますよ。タイトル、タイトル、まあ、高尾さんのはね、うん、この間聞きましたよね。はいはいはい、はい、この世の果てに見る夢ということですね。で明けガラスが星に願いを、星に願いを、
はい、そして堀部康兵衛さんと山田新龍拳さんの方はまだねタイトル未定でございまして、これ皆さん考えてほしいですね、どういうタイトル、堀部康兵衛がキャラクターソングを歌う、そのタイトルとは、飲まなきゃやってらんねえ。あ、いいですね、一本続きまして、はい、山田新龍拳が歌うキャラクターソング、そのタイトルとは、もうつまらないものは切りたくない。おお、一本本当にありそうないでしょ。いや、嘘、絶対ないでしょ。ぜひね、皆様どういうタイトルがつくのかっていうのはお楽しみにしていて。続々だね。いや、本当ですよ、これ1月10日の朗読劇で披露。え、そうなの。すごすごいね、これはちょっと皆様僕らもまだ聞いてないですからね。楽しみだよ。で、僕らの花火もね、はい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 、歌いますけども、うん、この4曲も歌われるということも超豪華じゃないですか。もうライブですよ。聞きたいねぜひね、朗読劇とこのちょっとライブ、はい、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、そしてですね、今日はですねお便りをね、読んでいきたいなと思います、うん、お願いします。じゃあ私の方ですね、ラジオネーム門前の小僧さんですね。ありがとうございます。門前でいいんですよね、はい、矢野さん、小南さん、いや小南さん、矢野さん、こんばんはどっちもどういうことラジオドラマ楽しんでます、前に小南さんが、ルリカワは1対1だと強すぎるけど2人がかりで挑むとこちらが少し優位になる、そのパワーバランスがいい、なんてことを言っていたと思います、うん、私も同感です、うん、強すぎるキャラがいて最初はめちゃくちゃにやられて、そこから大逆転をという話よりも、ルリカワのようなどうにかすれば勝てるかも、うん、でも勝てないんだよなみたいなキャラの方がワクワクするものがあります、うん、お二人は何かで勝ち負けをつけるなら圧勝したいタイプですか、それとも少し強い相手と勝てるか勝てないかの勝負をしたいタイプですか。プライベートにおいてでしょ。いや、俺はゲームに例えてるけど、うん、僕はまあ、大体攻略見ると推奨レベル、じゃあこのボスに挑むにはじゃあ15レベルっていう時は俺は大体プラス5いくね。めちゃくちゃ分かりやすい例えだねそれ、うん、プラス5で挑む、だから余裕でいくってことだよねなんか圧勝したいタイプだ。そう、それはもう僕もやっぱ同じだよね。圧勝したいタイプなんだけど結果接戦になるじゃん。そうなのよ、レベル5行ったところで装備もね頑張ってお金貯めて揃えたところで、うん、なんだかんだいい勝負になっちゃうのよ。だから もっと言うと、うん、接戦を望んでいる人ほど、うん、圧勝する力を持ってる人だと俺思うのよ。まあね、戦いを楽しんでるから、ね、余裕を持ってね、達人力の、はいはいはい、だから大抵はね圧勝したいって思ってるんじゃないですかね。そんなスリルを味わう余裕なんてないでしょ、何か代償を伴う闇のゲームなんて時には。だもう僕だからバイオハザードとか最近やったんですけど、はいはい、うん、弾とか切れちゃうと負けちゃう、殺されちゃうじゃないですか。そうですかね、負けちゃうんで僕はもう弾とかもう全部揃えて、うん、全クリした頃にはもうボックスパンパンに弾が入ってるんですよめっちゃ使い切れないみたいなそれぐらいのレベルで挑みますよ僕は。全く同じですね、はい、備えあれば憂いなしですからね。逆になんか接戦を楽しむ人の価値観をちょっと聞いてみたいですけどね。いや、それもいいんじゃない、スリルがあってさ楽しいんじゃない、うん、まあ、プライベートはちょっと嫌だけどゲームだったらまだいいじゃん。まあね、だからプライベートでさ他に例えるのは何があるかな。まあ、それこそ、まあ、僕はお芝居とかも勝負だと思ってるんですけど。いや、それはそうだね。なんかそのなんだろうね、圧勝したいとは思うけど切磋琢磨できるその環境とかがいいんじゃないの、うんうん、またそうだね、うん、まあ、手を抜いてるわけじゃないけど、うん、そうそうそうだと思いますけどね。いいですね、これに関してはもうあれだな、同じだな、うん、コナン君と。なんか楽しめる、ありがとうございます、はい、お便りはいつでも大歓迎でございます。僕らへの質問どんなことでもいいので送ってください。矢野小南獲物語和芸。ここからは僕らが出演しているラジオドラマ絵物語話芸の第2シリーズとなる牧野に最終話をお届けします。前回は芝浜の説得で水神と約束を取り付け、安部、新龍拳、ダクダクの協力で瑠璃川を追い返し、ボロボロになった安部の寄り紙を村尾さんが必死に修復したという激動の回でした。はい、瑠璃川はまだどこかに潜んでいるものの一旦平和が訪れた。
ように思いますがどうなんでしょうか。牧野一の最終話でも事件が起こりましたからね、うん、はい、それでは絵物語話芸牧野二最終話終わりの始まりお楽しみください。絵物語話芸第2部12話終わりの始まり。現在隅田川には18基の橋が架かっております。さてこの物語の大正4年架かっている橋は永泰橋、新大橋、両国橋、吾妻橋、千住大橋の5基、あとは私場から小舟で往来しておりました。芝浜が水神と結んだ川をきれいにしますという約束、池田伯爵の指揮で浚渫工事が始まり、ひとまず安心した芝浜、それに伴い下町復興のためにも近代的な橋を増やそうという機運が高まって、隅田川の周辺はだいぶ景気が良くなっております。新流軒が安兵衛を誘い再び訪れた浜田屋。いらっしゃいませ、豆駒です。手をついて顔を上げた新米芸者、その顔がパッと明るくなって、やだ本当に来てくれた旦那様。豆駒転がるように下座に座る新流軒の首に抱きついた。新流軒顔を真っ赤にして、困るな。上座に座る安兵衛がニヤニヤモテるな新流軒、いっそその芸者引き取って目を取りだったらどうだ。やめてください安兵衛殿。まあ嬉しい、毎日旦那様って呼べますね。豆駒まんざらでもない。だがな、芸者の言葉は本気にしちゃいかんぞ新流軒。はい、はいじゃないです、私本気ですよ旦那様、きっと待ってますからね、私を見受けしてくださいね。それから刺しつ刺されつ侍二人、これまでの労をねぎらった。というわけで新流軒と昨夜はたらふく飲んだ。天田屋だろ、あそこは高級料亭、払いはどうしたのさ。村尾様がくれたろ。お前まさか100円ずつみんなにくれた報奨金を使ってない。新流軒があの金全部浜田屋の払いに使った。俺も出すと言ったが断られた。あいつ豆駒って芸者に惚れられてもうベレッベレ見受けするとかしないとか思い出してもやけるよな。私の前で見受け話かい。面白いじゃないか、その芸者どんだけ本物か、私が品定めしてやるよ。そう言うと高尾吉町へ出かけた。途中小網神社へ手を合わせた。この神社一木島姫を祀っている。古い水の神で水神の元締めとも言われている。高尾そんな言われを知るはずもなく、ただ手を合わせる。すると高尾の前にもくもく煙が立ち上り、あの使い姫お幸が現れた。お久しぶりでございます高尾さん。ああ、びっくりした、これはお幸さん、いつそやはありがとうございました。こちらこそ水神様をお諌めくださってありがとうございます。実は私生まれてすぐ巣から落ちて向こう島の子供たちに助けてもらいました。そんなわけがあるので水神様が瑠璃川の言葉を信じ、人間を苦しませるのが辛くて辛くて。そんな事情があったのかい。でもお幸さん、あんたのおかげで助かったよ。いえいえ、皆様のおかげで私は一木島姫に認められ、この度その眷属となりました。そいつは喜んでいいことなのかい。はい、そいつはよかったね。
一方その頃、浅草並木でそばをたぐった伝達と芝浜が浅草寺境内を突っ切り、琴土井通りを渡り浅間神社の境内へ。芝浜は手桶をぶら下げております。さあここでお参りしましょう。兄、なんで浅間神社なんだ。兄、ここはこの花の咲夜姫がご神体なんです。ほう、それであそこにあるのは富士山です。あのちっこいのが富士山。そうです、あそこへ登って富士山に行ったつもりになるんです。そりゃ愉快、まるでダクダクのつもり技だ。まあそりゃそうですね。あ、でも兄、富士山登ってもらうわけじゃねえんです。この花の咲夜姫の眷属ってのがこの城なんですよ。そう言って芝浜持ってきた手桶からまだ生きのいいこの城を取り出して神社に奉納いたします。太田道館はこの城の吉兆を得て江戸に築城したと聞く。その工事に従ってここへ来たのか。そうなんです。兄、海に驚くくれえ魚が戻ったんです。貸しも活気づいてんですよ。そんでお礼参りにと思ってこの城持ってきたんです。そうか、よし一緒にお参りだ。高尾は使い姫に別れを言うと吉兆の鍵盤で豆駒の置き屋を突き止めた。ごめんください、目黒から参りました高尾と申します。豆駒さんいらっしゃいますか。奥に声をかけるとすぐに、はい、返事をして出てきた豆駒を見て高尾が驚いた。紅おしろいを落としたすっぴんの豆駒はどう見ても幼い。豆駒さん、おいくつ。14です。あの高尾さん、何のご用ですか。私何かしくじりましたか。豆駒の目がクリクリ動く。違うの、新龍拳さんがね。ああ、旦那様が何かおっしゃってましたか。可愛いって、いつか見受けしたいって。え、まあ高尾あえて嘘を言った。こんな子供にあれこれ言うのは言うだけ野暮。それにもしもこの子の純情な気持ちがまっすぐに新龍拳を包むならそれはお似合いかもしれないと思った。夢に見るよじゃ惚れようが浅い、まこと惚れりゃ眠られぬ。豆駒が眠れないほど新龍拳に惚れりゃいい。そん時私が一肌も二肌も脱ごうじゃないか。一方、明けガラスは浅草の近く松ヶ谷の秋葉神社にいた。火炎太鼓を持っている。この太鼓を奉納したいんです。社務所を通し火炎太鼓を秋葉神社へ納めた。この神社は火伏せの神として有名であります。火炎さん、どうかあの世で楽しくお暮らしなさい。太鼓を奉納すると明けガラスは秋葉原方面へ歩いた。ここが練塀工事か。あれは一軒の大きな美術商の店先に見たことのある絵が額装されて飾ってある。明けガラス近づいてみる。ああ、ダクダクさんの絵だ。驚いた明けガラス。それもそのはず、額の下に貼り出された値段が1、10、100、1000万、10万円。気絶しそうになった。おいやいやと、もう一度絵を見て値段を確かめ。間違いない、サインもダクダクさんのだ。明けガラス美術商の店内に入る。あそこの絵ですがご主人大丈夫ですか。明けガラスはダクダクがつもり技を使ったと思っている。おお、あの絵ですか。人気があるんです。特に欧米のお金持ちが競ってお買い求めになり、ああして値段が跳ね上がっておるのです。つもり技ならかけた相手にしか効かない。ってことは本当10万円の価値が。10万円といえば現在の価値で5000万円でございます。明けガラス思わず小躍りした。この絵はきっとすごいものだと感じた自分の目に狂いはなかった。それだけじゃない、みんなに軽く見られていたダクダクが
一番の出世、それが涙が出るほど嬉しかった。秋ガラス、走って走ってダクダクがいそうな場所を探し回る。見つけた、ダクダクさん。日本橋の北詰めで貸しのにぎわいを画用紙に書いていたダクダク、そこへ秋ガラスが飛びつく。ボクちゃん、びっくりしたよ。すごいね、ダクダクさん。なんです、いきなり。あれ、積もり技じゃないんだね。絵です、絵。すごい値段ついてた。ああ、売っちゃいました、5000円で。すごいでしょ。美術商は随分安く買っていた。竹ガラス、そのことは言わずに。すごいよ、本当にすごい。前にあげた絵あったでしょ、売っ払っていいよ。また描いてあげますからね。とことん無邪気なダクダクだった。竹ガラスはそんなダクダクが大好きだった。そして竹ガラスがダクダクからもらった新橋駅舎という絵は、この後美術界を震撼させるほどの世界的評価を得て、池田伯爵が金100万円で買い上げることになります。さて、より紙それぞれが新たな気持ちでこの東京を守る決意を固めましたところで、第2部最終回読み終わりでございます。第2部お付き合いいただき、大きにはばかり賛同した。より紙目付村尾正近どす。これより第3部に突入というとこなんどすが、何分作家がわがままでございまして、ちょっと書くと温泉行かせえや、取材に行くんやと申しまして、一向に筆が進みまへん。出演者一同を代表して作家の尻を叩きまして、第三部の早い開始をお約束いたしますので、しばらくのご猶予をいただきたいと思います。ではまたお会いできる日を楽しみにしております。皆さんのご健康をお祈りして、しばしのお別れでございます。声の出演、伝達小南浩二、芝浜矢野翔吾、明けガラスバルシェ、村尾正近、三木真一郎、山田新龍拳末野拓馬、ダクダク小野元春、高尾住友美瀬奈、堀部康兵衛岩田光雄、おさち戸田恵、豆駒遠野光、他小柳元井、そして語りは一流祭帝吉でお送りいたしました。絵物語和芸巻の二、最終話終わりの始まり、お楽しみいただきました。第2シリーズも終わりました。てかね、最後よ、ケツ、なんかすごいメタ的な要素といいますか。そうですな、村尾様が作家さんいじりをするといいますか旅行に行かせてくれとか、そうだね、取材をしなきゃいけないんだとかっていう理由で、なかなか執筆が進んでいないという裏話を聞きました。僕らもこれね、ドラマを聞いて初めて知ったんですけどもね。語りじゃなくて村尾様が言うっていうね。そうなんですよ。そうです、これ最初は終わりの始まりってね、はい、コナン君言ってましたけれども、タイトルやっぱ意味深だよね。そうだよ、まあ、終わりの始まりってどうなんだろうね。終わり、最終話の始まりってことなのいや、そんなドトエトじゃないでしょだからもしかしたら、まあ、3で終わるんじゃないのって話じゃない、シリーズ的な。だって終わりの始まりってさ、終わることの始まりなんでしょ。起承転結のもうあれだよね、ケツの部分はこれからだよっていうなイメージですね。僕は分かんないですけどね、何も聞いてないんで。どうなの、本当に第3シリーズの、あの牧野さんと言われると思うんですけども、の台本まだ全く来てないじゃないですか。いや、そうですよ。でここからまたね、今年もまだあるし、第3シリーズが、まあ、あるっていうことだったんですけども、それいつから始まるかも分からない。分からないですね、はい、もうあることだけが、ただしばらく待っててくれと、そういうことだったんで、それはいつになるのか楽しみに待ってていただけたら嬉しいなと思いますけども、ね、さあ本日最終話を迎えましたけれども、物語和芸巻の2、全12話ですかね、はい、最後までお聞きいただきまして本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。
矢野、小南、獲物語和芸。矢野、小南、獲物語和芸、いかがでしたか。はい、ということでね、あのダウンロードカードの発表されまして、はいはいはい、ね、高尾さんと、はい、明けガラスと、これで安部と、はい、あと新龍拳、はいはいはい、ダウンロードカードね発売されますのでね、15日ですかね、12月15日、はい、お楽しみください。そしてね、獲物語和芸ラジオドラマがね最終話を迎えましたということは、はい、まあトーク時間が来週から伸びるじゃないか。そうなのよ、僕らのべしゃりがね、あと企画もね、前はねそのいろいろいたじゃないですか、はい、もうあるんじゃないか。そして、ゲストにまめこま来るんじゃないか。全然確定じゃないですよ。いや多分来ますよ、これだってもう絶対まめこまさん見ましょうよね。本当に なんでちょっと緊張しちゃったよ今。焦ってんの、緊張してきちゃった、全然喋れてないじゃん。いやもうスミさんの時もね緊張しましたけども、はい、やっぱりねキャラクター好きだからさ、はい、中の人が来るって緊張するっていうのは普通じゃないですか。そうね、いやね、あのちょっと話変わるんですけど、はい、ぜひねこの12話分全部終わってみての感想だったり、本当にこう To be continued っていう終わり方なので、今後の展開とか皆様もこう予想していただいたメールとかいただけると大変なんか嬉しいなと僕は思うんですよ。だからこういうあのお便りを読める機会が来週かな、あるかもしれない、あるのでぜひここでこう皆様とのコミュニケーションというか、はい、を取れたらなと思っておりますので、もっともっと ね、ね番組にこう皆様からのお便りをどん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 送っていただければなと思います。次回マメコマ現る言っちゃっていいの、本当にこれ NG だったら嘘だからね。いや来てまだ決まってないんですけどね、言っとけば来るんじゃない、現るはてなって感じかな。あどうですかね、まあ、もうレジェンドも来ましたね、このね席にはね。いやなんかいろんな人来られます、怒られるぞ、もういっぱいいますよさあ、お便りなんですけれども、僕らへの質問、獲物語和芸について聞きたいこと、さらに落語や講談を生で見た時の思い出などもぜひ聞かせてください。メールアドレスは wagei@joqr.net、 wagei@joqr.net、 おはがきの場合は郵便番号 105-8002番、文化放送矢野小南獲物語和芸までお願いします。和芸プロジェクトの公式ツイッターアカウントがあるのでぜひフォローして最新情報をチェックしてください。この時間のお相手は矢野翔吾と小南浩二でした。本日はこれをもって読み終わりといたします。矢野、小南、獲物語和芸、この番組はカナプロマーケットの提供でお送りしました。ふらりふらい風染み込んだ桜は去るのが息だって、そりゃ信じたいものだけを信じるような腐った習性も目をつぶってみれば可愛いもんでしょう。いついつの時代もお客様は神様、ますますのあなたのご愛好に感謝しています。ぶぶりてぶりカンカン試行錯誤、そのうち時が流れ人が流れ流行りしたりいたします。皮肉にもその上に芽吹く花がございます。それを人へ一世一世繋いだものが時代です。つきましては私身支度はそつもなく、壁に描いたカリカチュアを眺めてほどなくおしまい。過ぎ去ってくものがどうだったとして、今いるこの場所こう支えて、いいものはいいそれでいい。針の罠に糸を垂らすように、繋いできた誰かの夢を死に損ないと呼べるのか。縁のまたがって散々持って生やして、足つき乗ればそこが往来、岸向かい線も華やかに、縁がビナモンのでこその傑作、果物は友よ、たまなしも一つ、おうとがよろしいようで。